ぶっ込みのサークル6巻なんですけども、今回はこのあのマーボー君ですね、マーボー君とあのこの竹丸さんがなんかね路上で乱闘を始めるんですよね。でお互いに殺し合う勢いでやる、そういったシーンがこの6巻の前半をずっとね続くんですけども、まあ場面が切り替わるのがね、なんていうのかな、これまあまあ、のプロの漫画家さんに失礼なんですけども、脈絡がねちょっとねつながりにくい展開というかね、まあ、なんて言いますか、アップばっかりなんですよ常にこの漫画ってのは。だから全体像とかが全然ね、シチュエーションとかが語られないまんまどんどん進むんで、なんか分かりにくいのは分かりにくいんですよね、でもまあね全体のストーリーもなんかよく分かんないですけども、まあ、勢いで引っ張っていくこの凄さですよね。多分見てる人がいろいろ想像して補完しないとストーリーは続かないと思うんですけども、まあなんて言いますかね、何週間も単なる喧嘩で繋いでいくこの、なんと言います、説明もしにくいというね、何なんだろうなと思います。まあでもね、6巻の前半ではマーボー君と竹丸ちゃんがなんか喧嘩してるところにタクちゃんが偶然来て、マーボー君の危機を救って竹丸さんは病院送りになるというところですね。でまたね、なぜか知んないけどタクちゃんが一目置かれるみたいな存在です。タクちゃんは本当にね何もやってないんですよ。相変わらずパシリのまんまで一生懸命突っ張ろうとしてるんだけどもなりきれずに、でもいろんな偶然が重なって多くの人がタクちゃんってすごいやつなんじゃないかなっていうふうに勘違いするストーリーのままここまでつながってるっていうところですね。であの例の車に乗ってるワニブチさんですよね、総長、なんかね総大将のワニブチさんなんですけども、ワニブチさんも、なんだろうな、車で走って今どっかに向かおうとしてるところなんですけども、どこに向かおうとしてるのか、なんで車に乗ってるのか全然わかんないまんま、なんか場当たり的にねみんな個人個人がストーリーを埋めてるんですよ、まあ、ですんで全体的にどういう背景なのかってわかりにくくて、例えばねマーボー君も自宅が出るんですよ、マンションで置き手紙があって、それを一コマだけねちょっと 目を見るシーンがあるんですけども、まあそれについて読者が、あこれはなんか母子家庭でお母さんは一日中家を空けて仕事に行ってて、だからマーボー君はちょっと寂しさから暴走族みたいなのかかったんじゃないかなっていうふうに想像するしかなくって、何の伏線もないんですよね。何の伏線もないし、伏線があっても回収されないままここまで来るんで、何が何だか分からない状態で6巻っていうのは進んでますね。まあこれから読み込んでいくうちに何か分かるんじゃないかなと思いますけども、後半の方の解説ちょっと待ってくださいね。はい、後半はですねタクちゃんとクラスメートのカズくんとのちょっとプライベートな放課後って感じになりますかね。2人でこう横須賀に流しに行くんですよね、バイクでね。まあそこでファミレスでまったりしていると、まあタクちゃんはね、このカズくんにものすごくね意外な一面を見るんですよね。その意外な一面っていうのは、カズくんも爆音小僧の一員なんで、なんか、ね、結構ね喧嘩強いんですよ。まあそういう面と、あともう一つはバイクが好きですごく無邪気にねバイクの話をしている、そんなね人懐っこいカズくんですね。まあそういった和やかな場面に、横須賀じゃないや、なんか横浜だったかな、まあ地元のね暴走族がやってきて、でバイクをね、このタクちゃんとカズくんのバイクを笑うんですよ。でそこにカズくんは、ああちょっと許せねえって感じで立ち上がっていって、また新たな騒ぎを起こすというね、とにかく誰かと誰かが出会ったら喧嘩しないと収まらないみたいな、そんなねあのページごとに喧嘩が起きる、そんな漫画がこのぶっこみのタクなんですよね。まあこれからどうなっていくのかってとこですけども、ちょっとね、続きの解説をしてみようかと思います。はい、それでねバイクを笑われたカズくんとタカチ、あ、なんですかね、タクちゃん、この2人と、あとね絡んできた6人っていうのがハーレー軍団なんですよね。もうむちゃくちゃ大人のもう強そうな6人組なんですけども、結局2人してこの6人にやられちゃうんですよね。やられちゃうんだけども、やられながらにしてカズくんとタクちゃんはやられたもん同士でちょっと友情を深めるみたいなね、そんなエピソードだったのかなと思って、結構かっこ悪い中でもかっこよさをここで演出されてるかなと思いましたね。でそれから場面が変わって、まあ、別のねグループがこれから騒ぎを起こすかなと思ったら、なんとね、なんか三葉学園、フェリス、系立と私立ミッション系お嬢様学校3校ありっていう、ちょっとね、なんかこう、お色系というかね、
女の子が出てくるシーンなんで展開変わるなと思います。学園祭かなんかが始まるんじゃないですかね。まあ、この辺も、7巻の方に続く導入になると思いますので、今回は以上ぐらいにしてね、まあ、喧嘩ばっかりでもしょうがないですからね、ちょっとはねこういう風なあの恋愛ものが入ってくるといいんじゃないかなと思いますよね。さあどうなるんでしょうか。タクちゃんはどちらかというとね、まあゲームも趣味だしオタクっぽくって、でなんか清楚な女の子好きなんですよね。で実際前の学校にいたあの学級委員長みたいなのにちょっと思いを寄せているところがあったり、かといってね暴走族の世界に入るとそのなんかね、ヤンキー女にちょっと恋心を抱いたりとかね、なんかなかなか男の子っぽいんじゃないですか、こうやって移りなところが。ということで6巻の解説は以上になります。なんかだから展開早くてめちゃくちゃでしょ。で多分これねいろんな伏線出てくるけど回収しないまま終わるんじゃないかなと思います。ちょっと横に広げすぎてますねこれね。まあそれがこのブックメのタクの面白いところだと思います。まだ6巻ですからね、まだ27巻までやりますんで、このはちゃめちゃな学園生活どういう風な結末を迎えるのか、もしくは結末を迎えずにいきなり終わってしまうのか、その辺も楽しみにこれから見ていこうと思います。そんなことそこんとこよろしく。